はい、こんにちは。今日はですね、おしまいと言われる我々が、やっております脳の中でも一部分、特に舞を舞うところですよね。それを取り出してで、短いものでしたら1分ぐらいですかね。1分ぐらいのものから長いもので7、8分ぐらいの長さの部分を取り出して演技をする。でその時には、こういう着物であるとか紋付き、そして袴で、この沈め扇と言われるお扇子を持つと、それで、演技をするものなんですけれども、それの始め方と終わり方というのをお話ししようかなと思っています。これは言うならば、お稽古されている方以外はあんまり興味のない話かもしれませんけれども、実はこの始め方終わり方によって、その全体の舞が良くなったり、あるいは悪い印象といいますかね、そういうふうに受けたり、します。具体的にどういうことかと言いますと、単純に落ち着いているかどうかっていうのが大きくなってくるんですね。慌てて出てきて慌てて終わる、こうそうするとどうしても見てる人にとってみれば、その中身が非常に良かったとしても何かちょっと腑に落ちないというか、そんな風な結果になると思いますんで、そのやり方、いろいろって言って変ですけれども、誤差ですけれども、少しそういうものがありますので、具体的にちょっとやりながら、お話ししていこうかなと思います。まず、おしまいが始まる時です。おしまいが始まる時というのは切戸口と言いまして、ここは、その式舞台ですので切戸口ありません。ちょうど、あそこの窓ガラスとこっち側の木のあるところですね、あの辺りから出てきまして、お扇子をこう両手で持って、この時の持ち方もあって、こう持ってはるとかね、そういう持ち方される人もやりますけれども、これは間違いで、この木の方を上から持って下から添えるように持つ、こんな風な持ち方で出てきます。この辺はこう持ったりこう持ったりって多少ずれてもいいんですけれども、こうやって出てくる。その時も手がこう上がっちゃって胸のあたりまでお扇子が来てるとかね、そうするとやっぱ緊張感がそこに生じますので、しっかり下に下げて出てきてみてください。じゃあ一度どんな形になるのか、やってみます。はい、これがまず一つ目の基本的なパターンです。で、この後お扇子を開けたりするんですけれども、構えるだけではそんなに何も難しいことはありません。次に歌い出しなんですね。歌うときにどうしても緊張が、そこに生じます。これは、人それぞれ違うんですけれども、僕が、姉妹を舞うときには一呼吸ずらすと言いますかね、皆がちょっとこっち側を見てもらうような姿勢になってから声を出し、始めます。その方が言うたら舞台上っていうのは緊張感をこう何て言いますか、演者も発しますしお客さんも発してくるわけなんですよね。ですので放っておいたらすごく緊張するところです。ですので、こうパッと出てきてパッと歌ってしまうと、どうしてもこのお客さん側の緊張感のまんま舞うことになるので、こっち側がずっとなんか変な緊張をしたまんま舞うことになります。ですのでちょっと一呼吸を置いて歌い出す。そうするとここに、
優劣はないんですけれども、お客さんよりもこの舞台側の息で、舞い始めることができるので、そんなやり方を少ししています。で、お扇子を開けて歌う場合、そのまま閉じたまま歌う場合、いろいろありますけれども、もみじ狩りの最初、さレば仏も今しめのというのを構えて歌ってみます。まず最初は出てきてパッと座ってパッと歌い出します。で、次に少し間を取って歌ってみますんで、その違いみたいなものを見てください。それも仏も今しめの、それも仏も今しめの。どうでしたでしょうか。ほんのわずかな差なんですけれども、間を取って歌い出した方が落ち着いてるような、感じかなと思います。では次に、同じように、お扇子を開いたバージョンでやってみます。鶴亀の激油田の白煙のたもとと歌いますけれども、その時に、見ていただきたいのはお扇子の開け方ですよね。お扇子の開け方、前の方の動画で、もう少しやりましたけれども、お扇子っていうのはこの紙を持ちません。必ずこの、根元といいますかね、のところを一つこう、ちょっと開いて、スーッとします。後ろにこう下げてくる、後ろにこう引っ張ってくるような感じで開けるんですけれども、それが、構えてお扇子を上げてきて開ける。一体、どの辺で上げる、開けるのがいいのか、こう、高く上げて開けるのがいいのか、低い方がいいのか。で、目線ですよね。ちょっと見にくいと思うので前の方でやってみますけれども、一体目線は前を見ているのかお扇子を見ているのか、その辺少し見てください。激油田の したでしょうか。やはり、2回目は少し、間を取って、歌い出してみました。その差で少しこう落ち着き、自分の中での落ち着きも非常に、落ち着きよく歌い出すことができたと思います。少し間を取ると、目に見えないって変ですけど、明らかにこうじっと、そこに空白の間みたいなものができてしまってはいけないんですけれども、そこに少しこう自分の中へ、こっち側へ持ってくる間みたいなものがあるといいかなと思います。で、お扇子ですけれども、お扇子は今見ていただいたように、見ております。しっかりとちょっとこう、肩よりか少し下ぐらいで、目線をしっかりお扇子を見て、開いて全部開く、その上で構えて前に目線を持っていって歌い出すというのが、いい形やと思いますので、少し、そういうのを、これはもちろん人それぞれ、違いますので、
私の考えとして、思って、覚えておいていただいてもいいかなと思います。では次に、最後終わった時ですね。終わる時っていうのは、まあ多くの場合、こう戦争開いた状態で終わる、閉じた状態で終わる時っていうのは、大体もう最初から閉じて、最後まで閉じっぱなしっていうのが、多いと思うんですけれども、お扇子を開いて、終わる場合の方が半分以上がそうなっております。その時に注意してもらいたいことを言っておきます。左右と下がりながら、座るんですけれども、このお扇子を打ち込んで終わりたいんですね。打ち込むというのはこう上からこう持ってきて握り込んで終わる、やり方なんですけれども、この時に最後、ああ終わった終わったって思う人が結構多いですね。だから、残ない終わり方って言って変ですけど、この辺がもう横からピュッとこう終わってしまう人が、多かったりします。そうではなくって、最後もちゃんと意識をここにありますよというのをここ思いながら、終えていただきたいと思います。その時にコツですけれども、正面からしますと、このお扇子の縦のライン、この下ですね、こことここ、これが自分の鼻頭といいますか、この鼻の線にスーッと降りてきて終わると綺麗に終われますので、ちょっとその辺を見てください。わかりましたでしょうか。こうしてゆっくりと降りてくる。で、この時に、気をつけてもらいたいのは、太ももの筋肉といいますかね、をしっかり使って足を下がった後、ずっと下に下がってくる時もそのペースで下がってくる。やっぱりしんどいんですよね。だからポッと下がってしまう方が多いです。そうではなくって、我慢してぐーっと下に降りてくると、その曲がしっかり終わるように思いますので、そういうところを少し注意しながら、やってもらうといいかなと思います。今回はですね、お姉妹等を習ってられる方が、にとっては、少し意味ある動画かなと思いますけれども、それ以外にでもですね、これは別におしまいとか、脳という括りではなくって、何かをするときですよね。始まるときには一呼吸自分に、自分のペースですると言いますか、自分のペースにぐっと持ってきて始める。終わる時も最後まで気を抜かずに同じような形でぐっと終わる。そうすると物事というのは、非常にうまくいくと思います。例えばそのちょっとしたこと、料理一つにとってみても、パッパッパッと始めていくんではなくって、始める前にちょっと冷静な自分が置いといて、そして始めていく、終わった時もわちゃわちゃわちゃっとするんではなくって、ちゃんとこうまとめて、そしてここで終わると、ちょっと無理がある表現かもしれませんけれども、そんな風に思いますので、この出だしと最後、最初と最後ですね、そういう風に思って、何事にも取り組んでいただくといいかなと思います。今日はこんなお話でした。